どうも、こんにちは。ジゴさん Q チャンネルです。今日はね、第1回、無職かける〇〇コーナーとしてね、まあ一番、こう、やっぱり気になるのがお金だと思うんだよね。だから、まずはね、お金について、話をしたいと思います。まあ無職でいない理由、まあつまり働いている理由っていうふうに言い換えることもできるかもしれないけど、というのはやっぱり、基本的にはやっぱりお金だと思います。お金を稼ぐで働いていて、で、無職になって何が困るかって言ったら、まあ社会とのつながりとか、なんていうか、メンツとかね。そのあたりも一応あるにはあるんだけど、やっぱり最大の理由ってやっぱお金だと思います。で、まあ今、無職で私今32歳で今無職となって、今1年、経過しました。が、まあその、どうやってね、こうやって今生きてられるか、働いていないのになんでお金があるのかみたいな、そういったことについてちょっとちょろっと話をしたいと思います。まずね、サムネイル、まあタイトルにもあるように、一番大事なのというか気になっているところは多分、まあ今いくら持ってんのっていう話だと思います。まあ、担当上級にね、まあ、この手の動画は、大体、こう、伸ばしに伸ばしてね、後で最後の動画のどこかとかね、忍び込ませるケースが多くて、ちょっと腹が立つんで、僕はもう最初の方にもバツンと、いくら持ってるかって話をしたいんだけど、大体、2000万円あります。で、まあ、2000万円っていうのは、確かに、まあ、金額としては、そんなに小さい額ではないんだけど、かといって、これから、まあね、人生何年あるか分かんないけど、長い目で見たら決して多い金額ではなくて、今は、まあ、すぐにね、こう、自分の生活に影響が出ることはない額ではあるんだけど、まあ、なんとか今食っていける、しばらく食っていけるくらいの、こんなお金が今、あります。なんでまあ、それを今、基本的にはそのお金を、まあ少しずつ、まあ食いつぶしながら生きているような感じです。まあ、こうやって、まあいくら、まあ多分、この、まあ人口統計じゃないわ。いくら貯金持ってるかみたいな統計も、まあいくつかあって、それを見ても、まあ30代、まあ30代前半で、まあ結婚してるとかね、まあしてないとかもいろいろあるんだけど、30代前半で、こう、貯金が2000万円あるっていうのは、まあ割と多い方で。まあそれどうやってまあそういうふうに増やしたかっていうのは、まあまた別の動画でちょっと話をしようと思うんだけど、簡単に言っちゃうと、働いて稼いだ分だけなんだよね、基本的にはね。こう、株で儲けましたとかね、親がお金持ちでしたとかっていう話じゃなくて、まあこれ今まで自分が働いてきて貯まったお金が、まあいつの間にか2000万円超えてたっていう、そんな、感じです。で、まあなんで、まあ貯金としては大体それぐらいあって。で、まあその貯金があるから、なんていうかこう、あ、明日食っていけないかもなとか。もうちょっとしたら尽きるな、そこ尽きるな、みたいな、そういう感覚はまだ今のところは、ないような状況です。それとは別にね、ここで二つ目のお金についての話。まあ一つ最初はまあ貯金についてで、もう一個は、いくら今収入があるかっていう話で。で、まあ、無職になると、まあ、1年目、無職になった年っていうのは、失業保険とかね、給付がもらえたり、まあ、ちょっとした収入はあるにはあります。ただ、もちろん、それだけで、なんていうか、長い期間、生活できるわけじゃなくて、まあ、大体自分と同じぐらいの若い人だったら、まあ、失業保険はもらえて、大体3ヶ月くらい。まあ、いろんな条件によってもちろん異なるんだけど、まあ、大体3ヶ月だって思っててもよくて。で、まあ、その3ヶ月分はきっちり、失業保険はまあ、もらったんだけど、それ以外にもね、一応自分の場合には、収入があって、まあ、ここで今、まあ、皆さんが見てくれている、このまあ、YouTube の動画、YouTube の動画もまあ、一つの収益源だし、それ以外の、プラットフォーム、Twitch っていう、まあ、ゲームを中心とした動画配信サイトがあって、で、そこで、自分のチャンネルを、まあ、登録してくれる人がいて、まあ、有料で登録してくれる人がいたり、あとは、まあ、他の特典で、まあ、無料でも登録できるんだけど、まあ、無料で登録してくれる人がいて、その人たちからの収入が、あったり、っていうのがあって、まあ、それ以外にも、まあ、他にも、まあ、細かいことを言うと、まあ、ブログを書いたりとか、あとは個人で、
まあ、ゲームのプロモーションの仕事を受けたりとか。まあ、そんなにたくさんはないんだけど、そういった、ものがあって。まあ、そういったところから、全くのね、収入があるので、全くの無収入というわけではないです。まあ、貯金は、まあ、そういった収入を、まあ、収入と支出の差し引きで見ても、そこまで減ってないんだよね。まあ、この1年経ったけど、まあ、減ったお金っていうのは、だいたいね、まあ、ちゃんと計算はしてないけど、まあ、5、60万かな。で、この5、60万なんでかかったかっていうと、1年目はね、税金。昨年度働いた分、まあ、昨年度収入にかかる税金っていうのは、まあ、翌年にかかるわけで、去年はもちろん、正社員として1年間、まあ、1年間というか、まあ、もうちょっと働いたんだけど、正社員として働いたんで、で正社員として働いた分の給料じゃない、税金は、その翌年に、払う必要があって。で、その払う税金がね、やっぱり、まあ、それなりの金額になるんだよね。1年働いてると大体4、50万かな。くらい払わなきゃいけなくて。で、そういったものを払ったりしているとだいぶお金が減りました。なんで1年目は、失業保険ももらえるんだけど、それと、大体、税金関連で相殺されちゃう。両方とも足し引きゼロぐらいになるんじゃないかなっていう。まあ、そんな感じがします。なんで、まあ、実質この減った分っていうのは、日々の生活と、あとはまあ家賃とか、まあ本当にそうだね、日々の生活だと思います。なんで、まあ、まあこの今貯金っていうのはだいたいまあ2000万くらいあって、で、まあ毎月の収入がどうだろうね、まあ5から10万とか、5万円からまあ10万円くらいあります。で、ここでね、まあ、まあそういった形で、なんとかね、無職と、いう身分でありながら、なんとか、こう、今まで稼いだ貯金と、まあ、少しながら、まあ少ないながらだけどね、まあそういった収入があって、無職でも生きていられます。でね、ここでね、ここで今これ第1回、無職とお金について、まあ貯金とかね、その辺の話なんだけど、ここでね、第2回につなげたいことがあって、それは、まあよくね、こう、無職だというふうに名乗りながら、あなた YouTube とか他でお金稼いでるじゃないですかと。まあそういうふうな意見もすごくたくさんあって。というのはまあ私も他の無職の人の動画とかをね、見たときに、下のコメントの方を見ていくと、あなた無職だけど、無職とか言いながら結局お金稼いでますよね、みたいなね。まあそれも一つ、見方によってはまあ正しい指摘だし、で、ちょっとそれについてね、次回、まあ、肩書きというのかな、なんて呼ぶべきかみたいなことについて、次回第、2回、無職とは何か。硬そうだね。なんかまあそういう、話を、したいな、というふうに思います。これに関してはもう、無職とは何か論争っていうのは、実は、まあ、遡ること10年ぐらい前から、もういろいろと、話がされていたことで、もう、ある程度、なんていうか、自分の中でも知識があるんで、そんなことについて、話をしたいと思います。では、これが、第1回、お金について、まあ、一番大事な部分だよね。無職でやっていけてるのはどういうことなんだ？なんでだっていう、まあ、お金については、まあ、大体こんな感じです。では、第2回。じゃあ、無職って何なのよっていう、お金稼いでますけど、あなたどういうつもりですかってことについては、第2回で話をしていきたいと思います。では、また、第2回で会いましょう。